貴様ら何者だ。この先は荘厳にして偉大なるゼクレス城だ。身分の不確かなものは入れんぞ。見たところこの国の民ではないようだが、ここは貴様らのようなよそ者が来る場所ではない。さっさと消えろ。私はファラザード国の魔王の使者ユシュカという者だ。主からの命で魔王アスバル陛下にお目通り願いたくここへ参った。通してはもらえないだろうか。ファラザードだと？南方にそんな新興国があると聞いてはいるが。たとえ他国の使者であろうと許可なき者を通すわけにはいかん。早々に立ち去れ。死者である私へのその態度はすなわち我が王への侮辱と受け取るが、それでも通せないと。いや、待て。確認を取るのでしばし待たれよ。アスバルはどこへ行った？今日こそわらわの茶会に出席しろとあれほど言ったのに。お前たち、あやつを連れ戻せ。見つけるまで城に戻ることは許さぬぞ。はっ、承知いたしました。まさかいきなりのお出ましとはな。エルガドーラ王太后様もお元気そうなことで。報告を受けていないとは失礼した。どうやら行き違いがあったようなので出直させてもらうことにしよう。さて、今の話は聞いてたな。この国の魔王アスバルは城にご不在のようだ。一つ町で情報収集でもしてみるか。とりあえず情報を持っていそうな町の有力者を見つけて聞き込みしてみるか。おっと、早速それらしいのが。
お前ら何者だ。こちらはベラストル家ご当主のリンベリー様であるぞ。気安く近寄るな。ほう、そんなに偉いお方ならいい情報を持ってそうじゃないか。なあ、あんたちょっといいか。ちょっと何よあんたたち、みすぼらしい身なりでよくもこの私に口が利けるわね。これだから身分をわきまえない下等魔族は嫌なのよ。今すぐ目の前から消えてくれない？はじめまして、リンベリー様。ぶしつけな問いで恐縮ですが、魔王アスバルの居場所をご存知ありませんか？もう全然人の話を。あら？あらら？あなたよく見たらなかなかイケてるじゃない。そんなみすぼらしい格好をしているなんてもったいないわ。磨けば最高にいい男になること間違いなしですもの。あそうだねえ、あなた、我がベラストル家で今夜開催される秘蔵の芸術品のお披露目パーティーに招待してあげる。ねえ、招待状をこの者に一枚渡してちょうだい。私が直々にあなたに見合う衣装を見繕って専属の召使いとして雇ってあげるわ。このリンベリー様のお気に入りになれば出世は約束されたも同然。いい目を見させてあげるわよ。リンベリー様、そろそろパーティーの準備のお時間が。そうだったわ。私としたことがまだ会場のお花の色を決めてなかったわね。急がなくちゃ。それじゃああなた、この私に気に入られたこと光栄に思いなさいよ。パーティー会場でまた会いましょう。パーティーはごめんだが、何か情報は得られるかもな。俺はジョーカーを探索するから、パーティーにはお前が潜入してくれ。お互い聞き込みを終えたら、またジョーカーで落ち合おう。招待状は渡しておくぜ。せいぜいあのわがままお嬢様のご機嫌を損ねないようにな。
た誰？なんでこんなみすぼらしいのがパーティーに紛れ込んでるわけ？え？あのイケてる男の横にいたやつ？全然記憶にないんだけど。あの美男子はどこ行ったの？私が招待したのは従者のあんたじゃなくてあいつなのに。ひどいわ。私の誘いを断るなんて許せない。今度見かけたら絶対絶対会いに来なかったことを後悔させてやる。もうその招待状はあんたにあげたんじゃないんだから返してよね。このパーティーは招待されてない客は入場お断りなのよ。お前たち今すぐこいつをつまみ出しなさい。ちょっと待ってください。その子は僕の連れなんです。慣れない場で迷ってしまったようで。なんだ、あなたのしもべだったの？下等魔族がうろうろしないようちゃんと首輪つけておいてよね。これは失礼しました。よく言っておくよ。君もびっくりさせてしまったね。さあ僕についておいで。あ、ねえシリル、次のコレクションにどの絵を買うべきか迷ってるからあなたの意見が聞きたいの。ちょっとこっちに来てよ。わかったよ、すぐに行くから少しだけ待ってて。僕の名はシリル、君と話したくてつい出しゃばってしまった。今は手が離せないから平民街の北にある僕が経営する骨董屋六大陸堂で待ち合わせしよう。用が済んだらすぐに僕も向かうからそこで話をさせてくれないか。それじゃまた後で六大陸堂で会おう。いや、いらっしゃ、あ、君か。案外早かったね。無事についてよかった。こっちはリンベリーを振り切るのにもう大変だったよ。そういえばまだ名前を聞いていなかったよね。君はなんていう名前なのかな。そうか、いい名前だね。もしかして君はアストルティアから来たんじゃないかな。あの時一目君の身なりを見てすぐ分かったんだよ。僕はずっと昔から身分の差がなく自由に暮らせるアストルティアに憧れてた。だからすぐピンときたんだ。この店もこの国の貴族たちが所有するアストルティアゆかりの品を集めるために開業したんだよ。な、それでさ、君が持っているそれはキーエンブレムだろ？よかったらそれを僕に見せてくれないか？ずっと憧れていたけど、本物を見るのは初めてだよ。これは国を救うほどの偉業を達成した者にだけ与えられる品なんだろう。なんて綺麗なんだ。これを授与されているなんて君はきっとすごく腕が立つんだろうね。ピヤー！おや？フラフ、どうしたんだい？まさかこの泣き方は。ああ、急にごめんよ。
この子はフラフって言ってゼクレス魔導国近くのベルバイン湖に渡ってくる銀翼竜のヒナなんだ。毎年そこで銀翼竜の群れを見るのが僕の楽しみだったんだけど、数年前その湖に凶暴化した魔獣が住み着いてしまったんだよ。それで銀翼竜の群れを襲うようになって、この子は去年襲われていたところを僕が助けてこの店で手当てしていたんだ。また今年群れが来たら返そうと思っていたんだけど、参ったな。今年は例年より群れが戻るのが早いようだ。湖に竜たちが降り立つ前に魔獣を倒さないと、またフラフの家族が襲われてしまう。あ、そうだ、君なら。銀翼竜の群れがベルバイン湖に着く前に湖の魔獣を倒してくれないか。お礼として僕にできることならこの後何だって力になる。だからどうかお願いだ。本当かい？ありがとう。じゃあ僕もフラフを連れてすぐ出発するから、君も急いでベルバイン湖に向かってくれ。ベルバイン湖はこの国を出てベルバインの森の西側から南の方角だ。この店は閉めるから湖で待ち合わせしよう。探したぜ。それでどうだ、何か有力な情報は得られたか。シリルってやつの手伝いだと？おいおい、一体何をしている。魔王を探すって話はどうなったんだ。ん？あの白いドラキーは。そうか、なるほどな。よし、お前はシリルってやつとしばらく行動を共にしろ。俺は引き続き町で情報を集める。手伝いが済んだらすぐ町に戻ってこい。俺の方も頃合いを見て合流しよう。この魔獣は突然どこからかやってきてベルバイン湖に住み着いてしまったんだ。その時からひどく暴れ続けている。
時が経って落ち着けば銀翼竜たちと共存できるかもと様子を見ていたんだけど、やはり倒す以外に道はなさそうだね。フラフは安全な物陰に隠しておくよ。お願いだ、この魔獣を倒してくれ。やはり君はとても強いんだね。あまりにすごくて見惚れてしまったよ。これでこの湖にやってくる銀翼竜たちにも平和が訪れるだろう。ピヤー！おや？この鳴き方はもしかして。あ、見てくれ、ちょうどフラフの家族たちが今年もまた戻ってきたみたいだ。フラフを家族の元に返せてよかった。これも君のおかげだよ。本当にありがとう。僕がこの国に残っている理由もこれでなくなった。毎年帰ってくる銀翼竜の群れを見守ることが僕の生きがいだったんだ。だけど見守るうちに僕自身が
広い世界を自由に旅する夢を抱くようになった。自分にはできないって諦めていたけど、最近アストルティアへの道が開いたって聞いたんだ。こうしてアストルティアから来た君と偶然出会えた今こそが旅立つ絶好のチャンスだと思うんだよ。僕は夢を諦めたくない。うん、決めた。僕は今夜アストルティアへ旅立つ。やっと自分の迷いを断ち切れそうだよ。だけど旅立つ前に一つだけ持っていかなきゃいけないものがあるんだ。どうしてもあれだけは。ようやく見つけましたよ。エルガドーラ様がお待ちです。我々にご同行ください。わかったよ。いつまでも逃げてはいられないと思っていたしね。君と会えてよかった。またいつかアストルティアの地で再会できる日を楽しみにしているよ。それまでは少しの間さよならだね。